どうも福岡に飛び立つレイマルです。最近のねレイマルの様子伝えます。本当に最近、まあ、26、27、28の様子をねお届けするんですけど、本当に忙しくて、マジで福岡行かす気あるっていうぐらい、もう年末というか月末にかけてすごい忙しくなっております。こちら11月26日の様子ですね。夜中12時前ぐらいに仕事が終わりまして、地元のね、すき家に来ております。ただいまの時刻が12時16分ということで、白髪ネギニンニク丼みたいな、ニンニク白髪ネギ牛丼か、超うまそう。これね超うまかった。でも、まあ、ニンニク苦手な方とか気にする方はあんまりおすすめはしないんですけど、もうレイマル疲れてるのでもうニンニクでパワーつけたいということで、深夜12時過ぎにご飯を食べる様子でございます。まあ大体レイマルは最近は本当に、12時過ぎに帰ることが多いので、まあ、仕事終わるのが11時半とかなのでちょっとしんどいなーっていう感じで、まあ本当に夜ご飯は外食かコンビニ弁当って感じですね。で帰宅するのが1時前ということで、もうこっからねダウンするんですよね。もう本当にこれリアルな様子ですからね、本当に。まあこんな感じで、はい、カバン背負いながらもうゴロンとしちゃうんですよね。もう疲れすぎて、この日ねもう朝も早かったし、でまあ一回起き上がろうとするんですけど、あのもう耐えれなくて疲れたって多分叫んでおります。まあ毎日こんな感じではないけど、まあ、こういう日もありますね。でこう携帯いじりながら、こっから、寝落ちに至ります。さておはようございますということで、やばい寝坊したということで、さっさとお風呂入って、ただいま時刻が9時45分で、家出ます。朝ね、朝の9時45分で、今日の生写真は雨の日もんちゃんの全身ですね。これもめちゃくちゃ大好き。うん。で10時電車乗っております。でピッてしてもうお仕事行ってくるって感じですね。そしてお仕事終わりました。23時54分ということで、いや遅いねやっぱり終わるのは。もうこんな顔してますが、で家に帰りまして、まあ、ここから動画撮影ですね。あの福岡3日前というね動画を今撮ってる様子ですね。準備して今サムネイルを撮っております。まあ、キャリーバッグを抱きかかえるサムネイルか、まあ、普通にシンプルにこっちになりましたね。欅ポーズをしている、サムネイルになりました。で今から撮影して、今の時刻が2時半やったかな、夜の2時半でこんな感じで撮影しております。そして寝落ちりました。そして動画撮影し終わった後、編集して朝5時くらいに寝たので、まあ、この日はねちょっと出勤時間が遅かったので11時くらいに家出て、ただいま終わりました。23時50分でございます。で帰りまして家着いて、家着いたのが12時半か0時半ですね。いやきついよ本当に、この3日間マジできつかった。まあこの撮影レイマルの今収録アフレコしているのが、11月29日の深夜になるんですけど、本当にしんどい。マジで本当に福岡行く前ちょっと休憩させてっていう感じで、まあ、晩ご飯をコンビニで買った冷凍の焼き飯と、まあ、ちょっとねバスケの情報を耳にしながらお酒片手に、ちょっと今日はねビール飲みたいということで、まあ、本日29日も仕事あるんですけども、乾杯して洗濯物をして、ちょっと洗濯物待とうかなって思ったら寝落ちするのがレイマルです。で洗濯機回してから寝落ちって、朝3時半ぐらいかな、今このアフレコ収録してるのが11月29日の、朝3時半なんですけど、いやーまあ本当に最近こんな感じで、でこの後寝て29日もお仕事があるんですけども、で29お仕事して、30日もお仕事ございます。はい。でまあライブ配信ね、明日30日の夜、あのちょっとだけ時間取れそうなので、ちょっとライブ配信最後に11月、まあ、福岡に行く前最後ライブ配信して、まあ、リスナーとちょっと喋って12月ね1ヶ月、福岡に行ってまいりたいなと思っております。なのでこちらのね、まあずっとねコメントで応援しますとか頑張ってきてくださいって言ってるの、あの皆さんのコメント読んでますので、声援も届いてますので、ちょっとね本当におたかつ頑張りつつ、お仕事も頑張りつつ、年末年始かそのねエールイベントに向けて、まあ、12月いっぱい頑張りたいなと思います。まあ、全然これがね一部レイマルの生活の一部なんですけど、まあ、これぐらいねしんどい方とか、バイトしてる子、勉強してる方、まあ、他ねそれぞれね大変な方いると思います。なので一緒にね残りの11月と12月1ヶ月
ライブお高つしながら一緒にね、人生乗り越えれたらなと思います。本日の動画見てくれてありがとうございました。ではバイバイ。